乗った感じはすごい、反発もあって、まあ、すごいカービングもしやすかったんで、あ、乱取りがすごいしやすかった。まあ、あの毎回驚かされるんですけど、スプレッドは柔らかいです。やっぱり軽いし、柔らかいですか？軽いし、弾きやすいっていうか、はい、すごい反発が出て、すごい弾きやすかったんで、まあ、これ一番硬いモデルなんで、これより柔らかくしたら、もしかしたら、僕、結構あの、体重重たい方が、はい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 、その他の A とか B とかに乗ると、ちょっと柔らかすぎるかなっていう、はいはいはい、そのリミテッドはすごい変わる。でこいつの反発を覚えたらやめられなくなります。いやそうなんです、もうどっぷりハマってます。いやよかったです、スプレッド最高っすよ。ありがとうございます。全然めっちゃ硬くて、これ硬いっすよね、はい、硬すぎました。まあ多分これ一番硬いモデルなんで、はい、硬さとかどうでした？硬さね、まあグラトリする分にはちょっと硬いかなと思うんですけど、オーリーでオーリーの反発がむちゃくちゃ気持ちよくて、で、そうなんですよね、あとねもう安定感が半端ない。ターンとかだからどっちかというとフリーラン寄りの人はものすごい好きかなと思う、はいはいはい、そうなんですよ、うん、あのバタつきもすごい抑えられて、めちゃめちゃ抑えられてますよね。いや好きっす。あ、本当ですか。LTB もともと思ってたんですけど、はいはい、LTB よりも僕はこっちの方が好きかな。気持ちいいですか、うん、LTB も安定するんですけど、はい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 、安定感に特化したというかこっちの方がいいかなっていう。めちゃいいコメントっすね。あ、いい。ありがとうございます。はい。硬さとかどうでした？硬さは少し硬いなと感じました。ああ。はい。乗りとかは？乗りやすさはありましたね。でも弾きやすい方があったっすか？弾ききれなかったっすか？ちょっと弾ききれなかったです。ああ、でもまあそうですよね。硬いんで、はい、まあ、うまく弾ければ、まあ、いっぱい反発もらえますけど。そうですね。かなりいいかなと思いました。めちゃめちゃ調子良かったですね。めっちゃ調子良かったです。確かにちょっと硬く感じたんですけど、でもトーションすごい効いたんで、いざなんかトリックやったらすごいやりやすくて、めっちゃ良かったですね。そうそう、一番良かったです。ただ次買うなよ。弾き系オーリーとかそういうのがもう自分の思ってたよりだいぶ高さが出てびっくりしました。で乗りもしっかり乗ってあげれば板もしなりますし、だいぶ乗りやすかったです、はい。なんかやりにくいなとかちょっと思ったことはありますか？いや、特にないですね。あ、はい、もうしっかり高さも出て、はい、弾けるし、はい、そうですね、はい、反発はやっぱこう弾いた瞬間にポーンってくる感じはすごい気持ちいい、はい、気持ちいいなと思いましたね。プレスちょっとしんどかったですか？プレスもその僕今までダビキャン乗ってたんですけど、はい、まあ、でも全然これはこれでありだなって思いましたね、うん、全然持ってきやすいですし。あ、なるほど。その農林で踏み込んだ時の、あの反発もらった時の高さがすごい出て気持ちよかったです。ありがとうございます。ターンとか全然プレスとかはどうですか？プレスもやってみたんですけど、はい、あの結構なんか引っかかりとかもなくて、はい、さらっとできて、はい、やりやすいなと思いました。 ありがとうございます。一番は反発がすごいですね。オーリーにしろノーリーにしろやっぱ高さが出るですね。すごかったですね。硬さは多分今までずっとスプレッド乗ってきたんですけど、今回結構センターが落ちてるってことで、もうリミテッドでも乗りやすくなっとったんかな、なっとるかなと思いました。